本日は愛知県認知症希望大使である内田豊造さんと愛知県家業療法士会地域包括ケア委員活動パートナーの松沙織さんにお越しいただきました。お二人には認知症とともに生き生きと暮らせる社会を目指して愛知県認知症希望大使と話そうをテーマにお話しさせていただきます。それではよろしくお願いします。内田さんのね、まず内田さんのことについて少しちょっとね、お伺いしていきたいなと思うんですけど、内田さんまずね、出身地、内田さんの出身地、どちらのご出身か教えていただけますか？はい。いいと思う。もう一つ、私は九州のですね、宮崎という県があるんですけども、そこからどんどんって出てきまして、しまいに今愛知県まで来て、そこまではね、そんなに認知症をかばうほどではなかったんですけど、最近になって、ね、最近ほどじゃないけど、やっぱり、会話しとってもね、やっぱ忘れるのがね、すごくあるんですよね。それを皆さんにどうしたら、そういうことは止めることができるかと思ってね、思ったんですけど、何日か前からもそういうお話をいろいろしてきたんですけど、やっぱり分からないわとか、やっぱりいや、やっぱりこちらでこれでないといけないわとかね、そういう声が結構出るんですけど、やっぱり急にね、これをこういうふうにやれって言っても、なかなかね、そのようにいかないんですよね。それが一度ショックですよ。だからそれがね、皆さんにちょっと分かってもらいたいっていうのが、昨日話になりますけど、一番難しいんですよね。これをやってくれってこう言われてる。いや、私はできないよとか、と言われて当然なんですけど、だから、私思うのには、できるだけやっぱり認知期を長くね、持って、慌てないように、一日をね、大事にして、一応、その認知症に戦うような、私もそう思いますよね。戦っていると言うと、語弊がありますけども、そこまでいかないにしても、やっぱり、優しくって言うんですかな、優しくでおかしな話ですからね。それはできないけど、そういうね、長い目で見て、もらうしかない、と思うんですけどね。皆さんあれですよね、さっきね、認知症と戦ってるって言いましたけど、それはあれですかね、言い換えてみると、こう、負けないことってことですかね。そうですよね。何事にも何でも負けないように、そういう気持ちがあれば、どうなるかわかりませんけども、そういう気持ちで戦っていければ、先が見えてくるんじゃないかなと思います。もう絶対ね、負けたら終わりですから、それでそういう強い気持ちだけは持って戦ってほしいなと思います。はい。今度ね、認知症ですよって言われた時のお話、今度少し聞いていいですか？ただ病院に、かかりつけの病院でしたってね、に行って、認知症ですよって先生から言われたと思うんですけど、その時のお話ちょっと聞かせていただいてもいいです？どんな感じでした？やっぱり認知症って言われるよね、皆さん、びっくりしますよね。それは違うよなって。僕はその時不思議とね、みんなに言うんだけど、って言われたらびっくりするんだよ、大きくね。それは自分自身ないですよね。そんなに驚かなかったってことですね。今でもそうですけど、どんなことに対しても、そんなにびっくりしたりは、なんか、どういうふうな考えで、どういうふうな考え方がね、ずれてきてるのかわからないんですけど、自分はそういう形で、今までずっとバリで、生活してます、ね。なるほどね。じゃあ、先生に認知症ですよって言われても、あまり、じゃさんは驚かなかった。特にそんなに、あれですか、そんなに言われても気にしなかったってことですかね。認知症ですよって言われて、やっぱりね、少なからず落ち込んでしまったりとかね、そういう方も多いかなというふうに思うんですけど、内田さんはそんなに落ち込んだり気にすることはあまり気にされなかったということで、それはもしかしたら内田さんの中にそういう認知症に対する偏見がなかったってことですかね。かもわからない。それ
みて。うん。多分認知症に対して悪いイメージがもともと、そういうイメージはお持ちじゃなかったから、うん、認知症ですよって言われても、まあ、そんなに気にしなくて済んだよってことですかね。うん、認知症ですよって言われた時のお話をね、伺いました。じゃあ、今ね、その認知症に内田さんなられてからの暮らし、その生活は何か認知症になる前とね、後で生活で変わったことってあります？全然ない。特にないです？じゃあ、認知症になってから困ってるなって感じることもあまりないですかね。そうですね。だから、多分、その認知症だから困ってるというふうに感じてはいないということですよね。はい。じゃあ、内田さん、これから認知症にね、なられた方の7割近くの方が、認知症になってからね、外に出かけたりですとか、人とね、会って人と会いに出かける、そういった機会がね、7割近くの方が、そういう機会が減ってしまったっていうふうに。減ってしまったんですけど、7割も。だから、自分、なんですかね、家から外に出て、ね、お出かけ楽しんだりとか、人と会ってね、お話することを楽しむ機会が減ってしまったって方が7割もいるんですって。ね、内田さん最近じゃあ、お出かけしたなっていうところだと、私が知ってるところでは、前ね、私の前に対談のパートナーされていました、紀藤さんっていう男性の方いらっしゃるんですけど、紀藤さんと、あと、認知症のご本人さん、ご家族さんと一緒に、どこでした？犬山城でしたかね。犬山城ですとか、小牧城の方にね、お出かけに行かれたことがあるよって最近お話をね、伺いましたけど、で、紀藤さんたちとね、一緒にお出かけすることはどうですか？ありますよ。どんな感じでした？通常の感じですよ。通常の感じ。何人ぐらい参加しました？多かったです？多かったです。ね、多かったですね。なんか、70人ぐらい。なんか結構な大規模で、本当に観光ツアーじゃないですけどね、お出かけされたっていうことで。大勢の方来ていただいたね。内田さんと行く、小牧城ツアーでしたかね。なんかそういうふうに目打って、皆さんね、お出かけにね、されたっていうことなんですけど、そうやって出かけることはどうですかね、皆さんと一緒に。みんな楽しんでました。やっぱ楽しんでました？内田さん自身も楽しかったですか？そうですよね。引っ張っていかなかったんで。じゃあ、引いていかなきゃいけないから、そういう責任感もね。少しお疲れもあったかもしれないですけど、まあね、そうやって家の外に出てお出かけするってやっぱりいいですよね。じゃあさ、いろんな各地に出向いてですね、認知症のご本人さんと直接会ってお話をする、そういうことをとても楽しみにされてるんですね。内田さん、認知症希望大使になられたきっかけって言いますのも、認知症のご本人さんたちを元気づけたい。一人でも多くの方がね、家に引きこもってないで、元気にね、外に出て楽しんでほしい。毎日楽しくね、生活してほしいと思いで、認知症希望大使にね、応募されて、今こうやって、ご活躍ね、されてるんですけど、そういった思いがありますのでね、ご本人さんに会いに行きたいんですけど、ちょっと今、講演の内容として一般向けのね、講演とかが結構多いので、なかなかご本人さんに会いに行く機会が少ないんですけどね、そうやって、ご本人さんに会ってお話しするのがベストですよね。じゃあさんやりたいことでもね。割との地域のね、市町村なんかでも、ご本人さん同士の交流会っていうのをね、企画して立ち上げたりとかはされてるんですけど、もっとね、回数が月に1回ぐらいか、まあ単発でですね、年に3回とかそういうところもあるので、もっともっと行きやすいようにね、回数増やしたり、より近くでね、家の近くでそういうとこがあるといいですよね。皆さん行きやすいですもんね。ただね、一番気にしてるのは、やっぱり、皆さん方もあれですけど、認知症にかかった人たちも、自分自身だけしかね、外へ出ないとしないんですよ。なかなかお外に出ようとしないってことですね、自分だけでは。進歩もないし、進歩がない。なくても、本人のために良くないんです。本人のためにもあまり良くないってことですね。言葉で我々言っても、自分らでやっとけばいいやと。こういう考えを取られるんですよね。じゃ
出てこようよって言っても、なかなか、うん、そういう気持ちになれないなっていう方もいらっしゃるってことですかね。まあ、悪くな言葉を言えば、なんか、隠れてるような、うん、まあ、そういうことないと思うんですけど、うんうん、まあ、引きこもってるような、そんなイメージですかね。外に出ないように、うんうん、だからそれをなんとかね、打開して、いい社会ができたらいいなと思います、ね。そうですね、なんとかそういう、あの、ご人さん、ご本人さんの方がですね、家に引きこもらないで、外に出たいような気持ちにね、うん、なるような、そんな社会になるといいなってことですね。思います。内田さん、じゃあ、ちょっと家に引きこもって、ああ、どうしよう、認知症になっちゃったけど、どうしたらいいんだろうって悩んでる方が、うん、こう、そういう方はどうしたらいいですかね。例えば、まあ、家の外に出てくるのも勇気がいることかもしれないんですけど、家の外に出て、そういう人がね、引きこもってる人が、家の外に出て、同じご本人さんとか、他の人にね、会って話をするっていうことは、どうでしょう。一番いいこと。一番いいこと。それ以外はない。声をかけてね、ぜひ参加してくださいって形でね、ちょっと引きこもって元気なくなった方には、声をかけていただいて、出てきてお話ししようっていう形で、ね、で、出てきてお話しすると、じゃあさ、私にですね、悩んでですね、行き詰まった人が、出てきてね、家の外に出てきて、人と会って、で、その方のお気持ちですね、今考えてることを相手に話すことで、その相手からまたね、意見がもらえるじゃないですか。で、そうすると、いろんな人に話せば、いろんな意見が出てくるから、その中から必ず自分に合った意見、アドバイスが得られると。で、そうすると、行き詰まってた道が、開ける。そんなようなことがあるよっていうふうにお話ししてくださったことあるんですけど、やっぱり人と話して、人の意見を聞くってことは大事ですね。うん、うん、うん。一番大事。うん、うん。なかなかそれができないですよね。そうですね。だからそこができるよう、手助けというかサポートが何かあるといいってことですかね。だって認知症になっても、前向きに生きていく、そういうコツっていうんですかね。うん、そんな、大事なことって何でしょう？前向きに生きていくために。内田さんみたいに。そうね。内田さんね、今日ね。内田さん結構早くから水っぽくに来てまして。たくさんね、いいお話ししてくださったので、ちょっともうね、今ネタ切れで、ちょっと疲れちゃってるんですけど、じゃあ私代わりに行ってもいいですか？内田さんがそういうこと、認知症にね、認知症があるってことを気にしないことが大事だよっていつもおっしゃってくれるんですけど。それはそっちに言うんですけど、ね。やっぱり気にしない方がいいです。こう、悪い方に悪い方にね、考えていく人もいると思うんですよ。ああ、認知症になっちゃったからもう、自分はこれで終わるかなってね、極端に言えばそう感じる人も中にはね、いらっしゃるそうなんですけど、内田さん、そう、どうです？気にしないけどね、僕。内田さん気にしない。気にしない方がいいですかね。気にしない方がいい。そのぐらいのことしてでも、いい方に向かってほしいっていう内田さん思いがあると思うんですけど、そうですよね。内田さんよく物事は、いい方にね、考えた方がいいよっていうふうに。それはそうですよ、皆さん。ね、どうぞどうぞ。マイクをぜひ。今いいお話なんで、どうぞ。ね、ごめんなさい。気にしないでっていうことと、皆さん、私が飛んじゃったね。いい方に、そうそう、物事はね、いい方に考えた方がいいですかね。絶対そう。悪い方に考えちゃうとどうなっちゃいますかね。前に進まないですもんね。なんで、内田さんいつも、認知症であることを意識しな、病気のことをね、病気だって考えてたら何もで、自分がやりたいことできないですもんね。なんで、そういったことにとらわれずに、楽しい方にね、自分を持っていくといいよっていうふうに、お話ししてくださいます。はい。じゃあ、内田さん、ちょっとね、時間がすいません。だいぶね、ありがとうございます。いっぱい喋りましたので。はい。じゃあ、そろそろですね、一応これで私と内田さんのお話は、
終了とさせていただきまして、この後皆さんでですね、グループワークの方に移ると思いますので、その後また内田さんと皆さんとお話しする機会がありますのでですね、そこでいろいろお話聞かせていただきたいと思います。じゃあひとまずここで区切ります。すいません、時間オーバーですね。はい、ありがとうございました。まあいろいろお話を伺ったんですけど、内田さんが認知症というふうに診断あるいはまあ言われた、きっかけというか、ご自身がどんなことから認知症だということにね診断されたり、まあ自覚症状とか、ね、そういう自覚症状があったのか、あるいは他の方から言われたのかとかですね、そこら辺がちょっとお話なかったので聞かせていただけないかということです。どうですか、聞けました、認知症って言われたらあれですよね、認知症の病院にかかったきっかけ、じゃあさんがなんかおかしいなって感じてたのか、それともご家族とか誰かに一緒に連れて行ってもらったのか。それはね、一言で言って病院か、病院です、認知症の病院、そう認知症の病院になんで行かれたんですかって、なんか内田さんがね、あれ物忘れ最近あるなとか、そういうことがあったんです。それは関係ない、内田さんはそんなに感じてなかったってことですね、物忘れ自身は。じゃあご家族の方があれですか、一緒にちょっと病院行こうってことで。その通りです。ありがとうございます。今現在のお年と日常生活のサポートってたくさんあるんですかってことを聞きたい。2つですね、1つついきますね、内田さん。今ね、ごめんなさい、私が内田さんの紹介の時にお年をね、今のお年はいくつですかって質問でした。内田さん、今何歳ですかって。今多分80歳ぐらいだと思う。そうそうですね。今80歳になられましたね。はい。お元気なんですよ。本当に、私も一緒にね、いろんなとこ行ってますけど、内田さん本当にこう、キビキビ、スタスタ歩くんですよね。で、なんかちょっと段差なんかもひょいってこう行ってしまうので、私がですね、80歳であることを忘れてしまう、そんなぐらい若々しいね、そんな本当に若々しいなと思ってますけど、ちょっと脱線しましたけど、もう一つですね、ごめんなさい、何でしたっけ、日常生活のサポート、今の日常生活のサポート、周りのサポート、はい、津田さん今ね、日常生活とね、生活してる生活で助けてくれる、どうやって助けてもらってますかって、なんか困ったことはあまりないってことなんだけど、誰かって助けてくれてるかなって。いや、全然ない。助けてくれない、普段は、例えば、内田さん、そうだね、出かけるときって、内田さん、遠くに行くときって、今日もね、私とか、もう一人のね、サポートしてくれる人の運転できたんだけど、内田さん、例えば一緒に買い物行くことなんか、例えば病院に行くときとかって、誰に連れてってもらってる？病院？病院とか、診察に行くでしょう。そして、ね、自分が教えてくれる。奥さんがね、サポートしてくださってるんですよね。本当はね、自分で車に乗って行きたいんですけど、でもそれになるとね、怒られるから、それはやめていない。例えば今までね、認証になる前にこんなことやったって言われてるのに、認証に認定されたらこういうことはできないよとかあるわけですか、自覚症状としても。これ前できたのになぁと、認証になってからですね、なられてから、そういうことあるんですか。これ今質問が2つ出てしまったんですけど、どちらに答えたらいいですか。コロナ言われてること、そうだね、内田さん、認知症だから困ってるっていう捉え方じゃないんですよね。この生活していく上で認知症になられて不自由さは感じておられることはもちろんあるんですけど、私がね、そばにいてもね、ちょっと大変だなってお感じになられてるかなってことはあるんですけど、
そう、だから認知症だからっていう捉え方じゃないんですよね。うん、そこが内田さんのすごいところかなとも思うんですけど、はい。なんか認知症だからっていう支援の仕方ではなくて、もう一人ね、認知症希望大使、近藤さんっていう女の方もね、いらっしゃるんですけど、その方もよく言うのが、普通に接してほしいと。認知症だからどうこうしてほしい。認知症として見てほしいわけじゃないんですよね。あくまでも今まで、ね、認知症になっても自分は自分、私は私だから、認知症ってとこにとらわれないで、今までが変わらずですね、普通に接してほしいっていう、そういう思いがですね、やっぱりあるかなっていうふうに、そばにいてですね、感じています。はい。皆さん、いろいろ本当に考えていただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。サポーターに、ね、なっていただいたことが、まずとても嬉しくて、すいません、一言でいいですか？皆さん、リング持ってらっしゃると思うんです。で、まさにね、希望大使の近藤さんもよく言うんですけど、これつけてる方を見るだけで安心するんです。なんで、ちょっと持ってて家の中にしまって、感染しまってるよって方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひね、カバンとか差し支えないところでいいので、つけててください。もう、バッグつけてるから助けてほしい、そういうわけじゃないんです。これをつけてることで、あ、なんかあったら頼っていいんだなっていう安心のね、そういうバロメーターといいますか、そういうサインになりますのでね、ぜひご協力をお願いいたします。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。